こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。ラッシェです。ごめん、出身はどこだっけ？あ、ロシアです。ロシア。おお。今日はね、寿司を食べに行きます。めっちゃお腹空いてる。いや、本当に。朝から全然何も食べてないから。あ、本当。お寿司は好き？好き。まあ、普通はコンビニとか、はいはい、スーパーとかの寿司なんだけど、ですから、ちょっと楽しみにしてます。オッケー。暑い？めっちゃ暑い。いやー。ロシアのどこの出身なの？あ、サンクトペテルブルグ。サンクトペテルブルグか。ロシアに帰りたいっていうのはないけど、でもなんか本当にちょっと涼しさなんて欲しいから暑いところから逃げたいみたいな。そうそうそう、だからやばーロシア行きたいってみたいな感じ。北海道とか行かもよ。まだないですよ。あ、行ったことない。そうそうそう、実はなんか9月頃行く予定だったんですけど、うん、でも今は正社員会社に入ったので、まあもうできないかなって。あ、なるほど。着いた。着きました、はい、じゃあ中入ろうか。出汁かなんかですか。これはしじみの。しじみの。はい、出汁から参ります。乾杯。乾杯。日本に来てどのぐらいだっけ？去年来たっつったけど、去年のどのぐらい？去年の12月。12月。1年間でもない。1年もないね。パンドないね。すごい。日本語ペラペラじゃん。いや一番最初に来たの？一番最初に来たのは16歳の頃、なんかお金自分で稼いで日本に一人で来たんですよ、その時は。ありがとうございます。今さっきのサゴチから行きます。サゴチ、サゴチ、はい、サワラの子供です。めっちゃ美味しそう。まあ手で食べてもいいし、あの箸で食べてもいい、好きな方が。若干ちょっと炙ってる感じ。サワラの小さいやつ、はい。めっちゃ美味しいよ。まだ身が柔らかいんで、うん、はい、なんか思った以上めっちゃ柔らかいですね、はい、そうそうそう、めちゃくちゃ柔らかくて、皮もまだ柔らかいんで、うん、はい、わさびもちょっと入ってる、うん、わさびもちょっとだけ、はい、美味しいです。三陸のメカブいきます。メカブ、うん、暑いからさ、やっぱりして美味しい、ね、うん、こういうネバネバ系はどう？納豆とかさ、オクラとか。納豆は嫌い。なんていうか、なんか本当に一度しか試したことないし、うん、そして食べてみたっていうか、うん、ちょっとだけなんか口に入れてなんかやばやばってなる。こういうのは結構好き。うんうん、鈴木の昆布締め、参ります。はい。はい、いや、でもめっちゃいい。わさびは、ちなみに普通は食べない。あ、ほんと。でもこのわさび、マイルドな感じする。うん、もっとなんか柔らかい、柔らかいっていうか、うん、まあ、いい意味で薄い感じ、うん、そうそうそう。これなんていう日本語で忘れてる。これガリ、ガリ、マイガイ忘れてるけど。雰囲気もいいし、うん、でこうやってなんかカウンターで座って食べるとシェフたちを話せたりとか、握ってるところを見たりとかするからすごいいいと思う。うん、お寿司屋さんだったら行ったことない。宮城からカツオ行きます。カツオ食べたことある？ないと思う。わからん。わからない。わからない。さあ、初ガツオ。めっちゃ美味しいわ。だいぶ北上してきて、油が乗り始めてるんで、はい、はい、あ、めっちゃうまいです。ちょっと赤身の付けばいいわ。その16歳そう、の時に最初に来て、うん、だって、その時でもなんかすごい日本に住みたいって思ってて、あ、もうすでに、うん、全然したから、うん、ずっとなんか日本に興味を持ってて、だから住みたいと思ってたし、うん、だから結局なんか16歳の頃日本に来て、うん、ただいまみたいな感じだった。初めて日本に来てなんか、あ、やっぱり住みたいなって自分でもなんか分かった。フィーリング的な感じ。そうそうそう。だからそれあとなんかもちろんロシアに帰ってきてなんか高校卒業して日本に引っ越したいと思ったんだけど、あまりうまくいかなくて、うん、もちろん前はね、いろいろな理由があったんだけど、うん、でも今ただただ好き。なんかこういうそのままアメリカだこそ、そう、こういう日常の生活がすごい気に入ってるって感じか。うん、普通
よね。日本人はここに住んでて、なんかいろいろなこともなんかありとれたことになってる、はい、だから日本人はどんなに素晴らしい国に住んでるのか実は忘れてる、はい、そう、わからないと思ってる、うん、だからもちろん最初はなんかアニメとかビジュアル系とかだったけど、うん、その後はなんかだんだんいろいろなんか文化とか歴史とかだったし、あとはなんか日本語はね、本当に日本語もなんかドラマに聞こえるのも自分で話すのもめちゃくちゃ好きだし、日本語の勉強の仕方とはなんかドラマとかアニメとか見て勉強したとかね。最初からね、実はまあ12歳は自分で最初から話せてた。そうそうそう、生まれから生まれから。いや、うん、いやいや、天才でしょ。まあコース行ってた、最初は自分で勉強し始めたけど、でもそれは日本語のコースとか、あとは日本人の友達もいっぱいいたので、ね、うん、まあ、スカイプとかでも5時間以上ずっとなんか誰かと喋ったりしてたから、ああのロシアにいた時にスカイプで日本にいる日本人と話したあとは、それはすごい、ね、あとはなんかサンクトペテルブルグにも留学生とか会社に入って日本人も住んでたので、あ、なるほどね、だからこういう日本人の出会いもあったんだ。そうそうそう、話す機会がないとね、なかなかうまくならないから。そうね、まあ、実は練習ってさ、うん、何よりも大事じゃないかなって私は思ってる。本当にどんなになんか自分で勉強しても練習がないとうまく話せない。うん、それなのに。アワビって、あ、これアワビですっけ。アワビです、はい。知ってる？知らない。これ。トロ入ります。あー、食べたことない。食べたこともちろんないよ。そう、普通は、ん？朝食でなんて言うの？なんか食べたことあるんですよ。結構好き。夏野菜でえのきとモロヘイヤ。はい。今日何品出るんでしたっけ？今日は大体30品ぐらい出ました。はい。つまみの握り。なるほど。盛り混ぜて、はい。すごいでしょ。うん。じゃあまずキノコはね。うん。これえのきかな。えのき。うん。これめっちゃ好き。うん。すごいなんか、まあキノコみたいな感じ。大好きで。いや、本当になんかキノコは何かに入ったら私は絶対になんか買いたくなる。ロシア人ってすごいキノコが好きっていうイメージがある。そう？うん。森とかに行って、木を取って、それを食べるみたいなさ。なんでそんなこと知ってるの？そうそうそう。いっぱいのおしゃれにいっぱいあってるからさ。じゃあ将来はずっと日本にいたい感じ？それとも死ぬまで。死ぬまで。絶対にいたいと思う。とりあえずなんかいい条件とかももらえてるし。でも本当にここはなんかいい。これ何？シマアジ。はい、そうです。シマアジ。食べたことあってもなんか、うん、まあ覚えられないもんね。そうそうそう、ほぼ在外で、うまい、ね、なんかシンプルみたいな味だけど、うん、熱いの行きます。ホタテの磯辺焼き、ありがとうございます、はい、食べていい。めちゃくちゃ美味しいんですよ。うん、本当に美味しい。うまっ。暑いけど気をつけて、うんうんうん、よく食べる日本食は普通の白ご飯、白ご飯とお刺身。でもあ、お刺身よくはね、日本食って何が一番好きなのって聞かれるんだけど、なんか日本食って全部は美味しいって思う。だけど一番美味しいのはマジで白ご飯じゃないか。白ご飯、うん、シンプルなので、うん、もう何よりも美味しいって思う。富山県の白エビ参ります。よく見るとさ、ちっちゃいエビがいっぱいあるでしょ、うん、ああそうか。いや、エビめっちゃ好き。これだけ30匹分ぐらい。30匹分ぐらい。30匹そんなにいるんですかこれ。どこですか。すごいな。30匹どうぞ。すごいなんかクリームみたいじゃん。ねっとり感がすごいですね。30匹ってこっちに増えてる。うん、1匹がこんぐらいちっちゃい。ほんとだ、ちっちゃ。あ、かわいい。気をつけてください。はい、ランプ梅のソースをかけたチャームシです。梅のソースってあんまり食べたことないかも、チャームシ。うん。
いい感じ。リモート？カンパチ。カンパチ。日本のお寿司ってさ、普通に食事するんじゃなくて、うん、なんか芸術みたい、味を感じて、そう、すごいなんか芸術っぽい。でも将来何かやりたいこととかあるの？日本に来てこれやりたかったとか、こういう仕事したいみたいな。そう、すごいあのマーケティングに憧れてるので、うん、そう、マーケティングの会社に入ったし、だからとりあえずなんかこの会社で、できる限りなんか頑張りたいと思って、だけどそれあとはキュウリと和歌山の金山寺味噌、一緒にどうぞ。日本に何したいのって聞かれたら、普通になんか生活したいよ、感じで、のんびりしたいし、旅行したいし、はい、確かにインターネット系 の仕事だったらさ、別にどこでもできるし、旅しながらできるし、はい、そうそうそう、それはいいよね。まあ、日本のすべての県に行ってみたいと思うでしょ。だからすべての県ではなんか3日4日間ぐらい過ごしたいと思う。あ、ちゃんとなんかあのよく知りたいっていう。そうそうそう、どうぞ。車いす、はい、いいかね、なんか一回で食べられる。やっぱ車いす30品出てくるからさ。今は多分10、今は10ぐらい、ね、大丈夫、まだ半分も行ってない、大丈夫、結構食べれる。そうね、結構食べられるけど、でももしなんか、なんていうか、お腹がいっぱいになっても食べたいから、食べ続けてるタイプだから。はい、ハモの梅肉和えです。梅、梅干しのソースかな、うん、全然違う、めっちゃ美味しい。日本に来る前は他の国も旅行してたんだ。ヨーロッパ。実はね、私はなんかヨーロッパにあまり興味なくて、うん、逆にアジアの方が好きで。アジアもいろいろあるじゃん。あの中国もあれば、韓国もあれば、台湾もあれば。まあ、私より、ね、質問ではね、なんか質問としても私の頭の中はない。ただ、日本だけ。はいはい、あのこういうなんか、世界中が世界あるでしょ、いろいろな国だけど、私のためでは日本があって、その他の全部があるね。そう、韓国料理はもう、あの辛いじゃん。ちょっと私苦手。苦手。好きな人は好きなんだけど、やっぱり辛いのちょっとっていう人は結構きつい。いや、ただはね、私なんか辛いもの食べられるけど、でも絶対に美味しかったら、あ、はい、もしなんか美味しくなか、美味しくなくて辛かったら全然の私無理。まあ、だから何、手始めの生いくらいきます。いくら。なんかお正月の時だけ食べてたけど。懐かしい。懐かしい。めっちゃ懐かしい。これでしょ、ロシア人はブレッドで。うん、なんかお正月、お正月って感じ言いたいけど、うん、言いたいけど、それでもすごいなんか日本っぽい味。ノエさん、ちょっと漬けマグロです。はい、量を競ってめっちゃ柔らかいよ、美味しい。あれ切ってから10分ぐらいお醤油漬けしてます。はい、なんかこの豆ってさ、普通に寿司をお寿司食べながらなんか瞑想みたいな感じ。マジで瞑想みたいな感じ。トロいきますね。はい、どうもありがとうございます。お疲れ様でした。マジで。おとろでーす。はい、なんか味も変わってる。もっと噛んだら、なんかもっともっとなんか深くなるみたいな。そうだね。YouTuber さんはちょっとやってます。はい、日本食。あ、そうそう。あ、はいはい。知ってますか？たまに見てます。あ、本当ですか？マジですか？ありがとうございます。寿司だけじゃなくて、いろんな、はい、あ、そうですね。日本食、焼肉とかもやってますよね。はい。
そうなんですよ。外国人の方と一緒に行って。綺麗な外国人。そうです、ね。そうです、ね、はい。そのチャンネルです。はい。はい、ありがとうございます。マグロの確認。お酒が欲しくなる。何がいい？こういうの食べちゃうと。何がいい？酒も多いんで。はい、そうですよね。酒飲みたくなりますか？飲みたくなります。したいんですけど。はいはい。そうですよね。こういう状況なんで。確かに確かに、はい。コロナが落ち着いたらまた来ます、ね。はい。これは、これは紫ウニ。ウニ。ウニ？ウニってわかる？わかる。わかる。食べたことある。どう思う？わからない。わからないかい。ただ聞いたことはある。本当？うん。よし、食べていいですか？いいよ。うん、分かった。分かった。うん、美味しい。すごい。どうか。どうお腹は。もう終盤になってきてるけど。そうやね。なんかちょっといっぱいけど、でももっともっと食べたいって。もっともっと食べたい。うん、だからまだまだちょっとあります。あります。あります。大丈夫ですか。よし。すごいな。美味しいかも。うん。美味しい。回転寿司でさ、何皿ぐらい行くの？結構行く？すごいなんか友達はこんな感じ、私こんな感じ。うん、めっちゃ食べてるよマジで。めっちゃ食べてる。うん。うん、しじみ何個ぐらい入ってるんですか？一回お客様が数えたことがあって108個。え、108個ですか？マジっすか？一番多いです。やば、はい、すごいな。お客さん数えるのすごいです。親のお客様、まだまだ生きてるよ。本当、うん、さっきお腹させてなかった。どうした？ちょっとお寿司ちゃんが入ってる。あ、ベイビー、ベイビーお寿司ちゃん、ベイビーお寿司、ベイビー寿司ベイビー。あと3つ。4種類。やった。なんか先が見えた感じですよね。うん。やったって言っちゃダメだよ。いや、そういう意味じゃない。そういう意味じゃない。や、なんかやっと終わったって意味じゃない。やっと終わったっていう。じゃない。残念ですって。残念ですよね。ありがとうございます。いやだ、うん、はい、どうも。これ何？これ穴子ってわかる。穴子、いいね。うん、わかる。すごいでしょ、本当に、うん、めっちゃ美味しいわ。卵？卵焼きです。あの、マジで最低限笑わないと。オーケー、ラスト完璧、ラスト、あとデザートだけ。あとデザートだけ。うわ、お手すきで目が見られる。まだまだいけてます。ちょうどなんかデザートのためにスペースはこんな感じ。なんかの場所残ってるだけ。どうした？ポンポンしてるけど。そう、なんかいろいろなんていうか、まあ、お寿司ベイビー、お寿司ベイビー、お寿司ベイビー、寿司ベイビー。やば、超美味しかったけど、本当に今はなんか動けないと思う。動けない。 OK、 ありがとう。はい、こちらこそありがとうございました。はい、あとですね、私は自分のチャンネルも始めましたので、リンクは下になりますので、もしご興味がありましたら、ぜひぜひ登録してください。ではバイバイ。